もうね、多分すでに謎じゃないんではないかとか思うかもしれないですけど、これもう気になる時点で謎だと思うんですよね。これは何なんですかね。なんか飛行機のなんか搭乗ゲートみたいなね、乗り込み口みたいな。まだここに残ってるということなんですけど、はい、始まります、謎スポット第4弾、今回はね、小島に来ました。この近くにその八幡宮の防空壕があるという話を聞いたんで、ちょっと行ってみようかなと思います。それでは始まります。これこのね、神社の皆さんなんですけど、一回ね、撮影しに行ったんですけど、男のシンボルが祀られてるっていうことで、ちょっとね、近くまで行ってみようかな。よいしょ。よいしょ。このね、横地に存在するんですけど、上まで行かなくて、この横に、住んでないかな。すごいな、これずっとね、歩道になってるですよね、綺麗に。なんかこの感じ的には電車が通ってたような雰囲気がすごいするんですけど、これだったの。
1921年がちょうど100年ぐらい育ってるということ。これは何なんですかね。なんか飛行機のなんか搭乗ゲートみたいなね、乗り込み口みたいな。すごい眺め良さそうだけど。何なんだろう。なるほど。小島ボートのなんかですね。先ほどのね、あの駅から、撮ってるね、電車の下津駅なんですけど、まだここに残ってるということなんですけど、なんでまだ残ってるかっていうのもちょっとね、謎ですよね。もう完全に線路は切断されてるんですけど、ここだけまだ残ってて、というわけで今日の謎スポット終わろうかなと思います。もうね、多分すでに謎じゃないんではないかとか思うかもしれないですけど、やっぱりあの気になる時点で謎だと思うんですよね。でもこうやって、ね、よく見たらいろいろと気になる謎、まあ、すなわち観光スポットの一つとなるような、要素のある結構多いので、ね、ちょっと歩いていろいろ自分の街の中でも見るのもいいですし、探せば本当にいろいろあります。というわけで今日はこんな感じで終わろうかなと思います。はい、それではね、またスピチューブもよろしくお願いします。それではまた。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。